はい、こんにちは、大竹誠です。今日は十一月の二十二日水曜日、今日のパートナーは。こんにちは、水谷加奈です。はい、私の横には。こんにちは、文化放送アナウンサー、砂山敬太郎です。そして、水曜日は。明日、公開日だね。伊藤そこです。はい。はい、ありがとうございます。<laughs> 大竹さんの首、首、はい。はい。はい、首、うん。はい、わかりました。おお、なんか。うん、首。首、はい。ね、まあ。多分。 賛否いろいろ分かれるんじゃないかなと思いながらでも賛否分かれないとダメですよね映画とかねそういうものはねそれが楽しいじゃないいろんな見方をする方私はまだ拝見してない明日映画館大丈夫かなさこちゃんえなんでどううだろ詳しく言わないでよ お前それだけ言ったら、何の心配してたの?。意味わかんねえじゃないか。だって、ホラーとか苦手でしょだって、ホラーじゃないでしょホラーじゃない。ホラーじゃない。ホラーじゃないけど、どうだろう?。まあ、確かに、あの、あるあるあるっていうインド映画。見に行ったのも、ね、基本は娯楽ですけど。やっぱ、いろんな、こう。なんていうんだろう?。パシュッ、ッ、ピャン!。みたいなシーンがあると。 私はこうスクリーンの左上を見る。なるほど。そうするとこう完全目つぶっちゃうともったいないじゃないですか。左上はねちょうどいいんです。ちょっと。いろいろ工夫してるわけ。工夫してね。そういうところあるよ、確かにね。朝顔姉妹の美穂はあの爽快だったって言ってた。あ、もうご覧になってるんだ。まあ、ディーブイディーで見てて。爽快だったと。 いいじゃないいや爽快ではないですよだから味方だって言って人それぞれなんだ面白いですね全然違うじゃない爽快か美穂さんの方ね美穂の方ね意外とあの残酷なのに平気なタイプ爽快でしょなんか想像すかあのコモコモした声でね心地よか心地いいです心地いい心地いいんだじゃあその辺のちで行こうかな はいわかりませんけども楽しみよ明日だはい今日はゲストが木村雄一さんがいらっしゃるその話ですね出てらっしゃるからねなんかねよく知らないんだけど伝わってくる情報によるとこれってなんかあんまり宣伝してないらしいんだよこの映画に関して外でよくいやだからここれは出てくるけどなんか いろんな人が何々言ったみたいなことはあんまり上がってきてない。うん。そうかもしれない。うん。あ、うん、そう、うん。そう。だから、うん。まあどうなんだろうね。まあこのこれはうまあ俺もちょっと関係してるのと、あとキムニーとかねいいか、うん、ちょっと友達関係に近いところにいる人とか、うん。<laughs> うん、あと尊敬するシべイドクさんとかが、はい。はい。まあこの番組に来てくださって、はい。まあいろいろな話をね、うん、はい。まあ、うん まあ、徳さんの話ははちょっっと俺は面白かったけどねうん、うん、なんかあのあれだよ所詮なんか音楽屋だみたいなね一徳さんは,徳さんはだから演技についていろいろ持ち上げてもらったり賞もらったりするけれども、うんうん、そのなんか最後はやっぱうちに帰ってなんか。 お茶飲みながらギター弾いてるみたいなのがなんか <laughs> あ<ー>そ世界はそこにある感じ。はい、まあ俺の間違った解釈かもしれないけど、はい、そこにいながらまあいろんなお仕事を引き受けさせていただいてっていうような感じを言ってたね。まあだからまあちょっとあの人はちょっととねあの前々からちょっと尊敬するに値するなんか。 いい感じのね特別なオーラというかう空気ありますよね。っていうかどうしてこんなことができるんだろうっていつも思いながら見てたけどうん、うんうん、って感じですよねでもちょっとねあの今回もご一緒させていただいて、まあ、その根元根っこみたいなことがちょっと俺,が俺は分かってああそうかと。 さっきのギターを抱えてみたいなところに自分がいるってことを聞いてねなんとなく分かった気がするねお茶を飲みながらそういうところにいながらいろんなことに参加させていただいてるんだからみたいなことを言ってたねお芝居はまた別のううそだねだからなおさら余計になんかこう。 いろんなことはあんまりやらずに、えー、これでいい,いいのかなと思いついいい,い,いいっていうか悪いっていうか分からずにうん、うん、でもなんかちょっと淡々としたね、うん、まああのセリフ回しもそうなんだけどねうん、うん、まあそういうなんかちょっと根元がほんのちょっと見えた気がしてうん、うん、そうかと思ってでその根元はね、うん、まあうまく言えないですけど、うん、とってもね役者にとって大事なことなんだよね。 多分俺はこの年になって気づくのがちょっと遅いんだけどそうかなと思ってね遅いことは何もないんですよねいつもね私たちが言うことじゃな私たちが言うことでは全くないですけど遅いことは何もないど特に水谷お前がどうのこうの大丈夫ですよ大竹さん大丈夫ですよ大竹さん何でお前でお前でお前何ででででででで なんで慰められながら生きていかなくちゃいけないの大丈夫って私ね木村雄一さんが出てらっしゃるのでゲストでいらっしゃるから見てくださいって言われて試写用の DVD を拝見したんですよ。何の情報もなく見てたらあれこれ誰だろうなっていう人が途中で出てきて。途中でねまあいい感じの老人 が出て、こんな役者さんいったかな。味のある老人。ちょっと似てるよねと思って、そのキャストを見たら、あ、大竹さんじゃんって。そこまで知らなかった。こんなに違う。なに知らない。やっぱり先入観なく見るって面白いですね。何の情報もなく見る。それも先入観とも違うけどあれ大竹みたいな。まあちょっとひがひげがね。 ひげ、うん、がなかったりみたいなね、うん、ちょっといつもと違う部分もねまあまあまあ,あの、まあ、そ,そんなことでも話題にしていただいてただねもう他でこれらで見る人はね、うん、あのそんなんじゃないからもうもないに <laughs> ちら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 ぐらいじゃないですか。 チラチラお前に言われるとなんかなんか腹立つチラ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 ないかそれはチラじゃないでもね最後までチラチラチラみたいなあれ今なんかはじけてるけどチラっていう感じやかましいうわあ楽しみやっぱり大竹さんは今日はちょっと緊張気味なんですか明日公開だなみたいないやいやいやそうだからさお前が 何言ってるか知らないけど。大したあれじゃないっていう、私はね。さこういうのって、こう映画をこっそり。あの、お忍びで、実際の映画が見にたりする。しない。今までも。今までも。俺はだから、さっきから言ってるように、大した役じゃないんだ、どの映画も。ただ、た人。映画もね。 もうあ,のありがたいことってと思ってるんだけどなんか何か、うん、もう何本も使ってもらってるんだよね、うん、俺はうん、うん、不思議だなとなんでかなと思いつつ。 ああテレビタックルの流れかなとかいろんなこと考えながらねだってねテレビタックル出てても映画出てない人いっぱいいるわけですからねいやいやそうそそそうううそすいやだけど私はもう何十年もやってるわけだからいや何十年は関係ないですよいつでも人間ね変わりにいんだよねいつでも人間成長できるんだから何大丈夫だとかさ大竹さんはよくやってますよみたいな評価何その <け>安心してくださいよくやってますから <laughs> <laughs> ああ楽しみだえでも持ち上げられてのが落とされてのかわからないあさこちゃんもさ、<あ>映画ね、うん、出た時に、うんうん、やっぱり前の日は緊張するんでしょ明日公開だみたいなしないよねういうの前の日そうですね、うんうん、するよねた,ただあれだよね 映画はさこういう毎日やってる消えてくのとまあ違って、はい、まあ今はなんかちょっと YouTube でいろんなに残っちゃうけどうん、うん、消えてくのと違ってなんか10 10年ぐらい経った後でも映画は映画画はじゃん、はい、そ,うそうですね、うん、本当にそういうのにはなんか俺あんまり参加してないから消えていく方に参加してるわけでいると俺は思ってるから。 残っちゃうのかななみたいね残って残って嬉しいなっていうのと「え残っちゃうのかなこれ」っていう両方両方だね。でやっぱこう自分が年撮影した時からまた5年10年経った時になんか残ってるものって急に。 意図せずあそうだ映画あったな見てみようみたいなでまたきっと見るとちょっとあの死んじゃった時に流されるのって大体そういそうあれねちょっとスローで流すんだよね流したのなんかするよねミサイさん日本ぐらい映画ちょっと出てるじゃないですかあれやっぱ緊張したってことですか公開前はミサイさん日本出てんの私やったなんと出てる大平さんの奥さんのやつあそうだはい ちょっと映画タイトルを忘れてしまいまいしたなんか明日どこかで」みたいなそんなようなタイトルしすけどでも私一番前の日に緊張したのは、うん、あの一回ちょっとこうセミヌードみたいなの撮ったじゃないですかあの昔のワイドの時カレ,カレンダーじゃなくてはいカレンダーじゃなくて あ写真で映画画じゃなくて、ね、番組の企画でその前の日に「あいよいよ明日出るんだ」みたいな「あ宮沢りえちゃんもこういう気持ちだったのかな」みたいな「サンタフェ」ってさ「違う違うサンタフェ」って何にも情報公開されてなかったでしょはい、はい、でいきなりみ出てみんなびっくりして「こんな感じだったのかな宮沢りえさん」みたいな。うんうん だとしたら当日答えは来るじゃないはい。宮沢理恵さんの反応とどうだったか自治体の方の反応はどうだったでもたくさんのメールをね番組にいただき私もこれで宮沢理恵さん全然違う好きとスポンまた種類がね種類のレベルが違うわいやいや種類が違う種類が違うそうそうそう 一応時だけ、ね、それはね、時。はい、そんなんで、いよいよ明日が公から。まあ、だから、あんまり宣伝してないから。まあ、その文化、君に何話すか、全然知らないけどね。ああ、そうか。私なんか、こう、たまたま、この、ちょうど見てると、例えば、たけしさんの。番組に、西島さんとか、かずさんがゲストいらして、お話になってんのとか、見てるから。ああ、そう。なんか、宣伝をしてない印象じゃなかった。なるほど。そうなのかな。 まあそうかもしれないでもそうそうたるメンバーの映画ですよね役者さんの揃い方がすごいああ何が痛いんだそれえ何そうそうたるメンバーが揃ってるからだから何なんだよだからすごいってことですよだからすごい意味わかる花がある。超豪華キャストですね本当にですよねはいはい

えっと朝子はあれだって、はい、なんか少ない休みが取れて、はい、休みが少ないのに 2>, いまあその2日の休みをどこでキャンプしたって聞いたけど 2>, 2年ぶりに行ってきてちょっと土曜の自分のラジオでも話したんですけど 1>, 1回どこかでキャンプの道具全部揃えたみたいな話ラジオでしてたよねはい、はい、それが多分 4,、うん、4年前ぐらいですかね<ー>で冬だけ、うん、はい 冬のみ限定ででキャンプ行ってるんすけど私は虫が苦手なのと焚き火を楽しみたいので冬しか行かないんですけど去年ちょっと膝の手術したもんでちょっとやっぱテントをね出し入れとかできませんでしたので2年ぶりに行ってきましたか。 できましてちょうどね本当にキャンプのその時間だけ前後ずっと何日も何日も何日も晴れてるのにそこだけ土砂降りになりましたけどあのなんかそういう運はねやっぱちゃんと心から持ってるんでね土砂降りだった地獄地獄でしたけど片付けても片付けても,けても濡れるっていうね、はいはい、前の話でちゃんとテント持ってて立てたん立てるんだろうてます立てる時は曇りだったんです、うん、あの夜の十時から降りますよと というだからもう本当キャンプで一番楽しむ時間を土砂降りの中で過ごすというタイミングで小学校からの同級生のあきこちゃんと二人で彼女も別にねすごいキャンプ好きでもないし嫌がんなかったらキャンプ行きましょうって言って。<laughs> あのー なんか久しぶりだしねちょっとこうまあ子育ても少しずつ手が離れだし少しこうやっぱ日常と違うとこ行きたいなんて言ってきましたけど私がまたよかったら行こうよ冬キャンみたいなこと言ったらあの行かないって言い方はしないんですけどまあでもね冬キャンって言ってもこの寒さが限界だよね。 っていう言い方を4回ぐらいしてたんで誘われる方としてはねもううでしょ急に今度の二日間キャンプ行かないって言われてもね急に言われてもしかも寒いからもう毎日ライン来てこれで防寒具は大丈夫だろうかこの雨ガッパー持ってた方がいいのか不安にさせてかわいそうにしましたけど土砂降りの中土砂降りでやっぱね二年ぶり でいいいろろ抜けちゃますねあのとても大事なランタン夜のライト全部忘れて3個持ってるんですけど雨だったら星も出ないから真っ暗じゃんだから焚き火見てたら気付かなくて明るいから火ってでわっと顔上げた真っ暗闇で森の中だったんですけどあっつって時計見たら真っ暗だけどまだ5時20分であの。 6時まで受付のお兄さんいるって言ってたっつってすぐ電話して受付にあの「レンタルのランタンはないでしょうか?」っつったら「ちょっと今ランタンはないんですけどなんかこう間接照明みたいなこうぶら下げるタイプの柔らかい光のものなら数個ありますんで全部お持ちします」っつってそれを4個とであのなんか電池なんですけど充電池の充電器と充電池の予備も持ってきてくれたんですけどまあやっぱ ずっっと充電してななかかたのかなあのあ15分ぐらいで全部消えちゃって <laughs> あの嘘でしょ <laughs> 助けてーっ,つって言って結局それを持ってくる時に何、うんうん、かあった時にこれもお使いくださいって言って、うん、普通の懐中電灯貸してくれた、うんです、はいはい、懐中電灯でもうこうこうとした光の中で <laughs> はいなんとか夜まで過ごしてえで充電池を何回か変えたり <laughs> あのするけどそんなすぐ充電できないじゃないですか。 だから一応充電器に入ってた充電池と交換するけどまた10分15分で消えるから「どうするこれ4個つけるのやめる」っつって「じゃあ2個でやろう」とかなんか結果ずっとドタバタドタバタする。 じゃあそろそろご飯を作りましょうかみたいなことになるわけだけでご飯どうしたご飯はまた火の上でやるからいいいいんですけど。雨降ってるとき焚き火ってできんの？まだご飯作ってるとき降ってなかったよね。ギリギリ。はいはい。で行けたんですけど、あの久しぶりのキャンプだしやっぱきこちゃんに喜んでキャンプ好きになってほしいからあのちょっといい冷凍食品のおつまフライパンで作る。 お惣菜みたいなキットを買ってっと白身魚と季節の野菜をバジルで炒めるなんていうなセット買ってったんですけどフライパンる。嘘です怖くないですかどうしてだろうかどうしてこうなったんだろうかすごいもん忘れてっちゃったねフライパンとランタンっていう一番忘れちゃいけないツートップをで結局味噌鍋の鍋あったんでそれで。 鍋にみんなぶっこんだ,のぶっこん,だんですけどやっぱ鍋って深いじゃないですかで冷食をこう火を通していくタイプのお料理のやつだったんで蒸気でちょっと蒸し焼きになるもんで深いい鍋つとあれ熱いっすねもうちょっと混ぜにくくてね「<laughs> 痛い痛い」なんつって「<laughs> 熱い痛い」なんつって,ちゃんと煮えてるだからちょっと変な感じの味になりましたけどね <laughs> 本当はもっとフライパンで多分こう 臭みが飛んだりねでいい最後バジルのちょっと香ばしくなったりするね全然もうびっちゃびちゃのびッちゃびちゃはいもちろん臭まずいってことはないですよもちろん基本がいいお料理とタレなんでいけるんですけどまあ何とも混ぜにくくて「あっなんつってね楽しかったあ楽しい2年ぶりだっつうのあきこちゃんおいしいって言ってくれてたあきこちゃんああう やっっぱ人間て上手よね優しいからあきこちゃんはそんなはっきりちょっと魚臭さ残っちゃったねとかそういうことは今朝は朝は気持ちよく布団の中から目覚めてどしゃ降り朝まで朝までですえっと朝までっていうかえっと12時までどしゃ降りよ 予報で、八九十時が、もう横殴りって言われてたんです。朝の。朝の八九十時は。はい、それ結構当たらないもんなんですけど。うん、当たっちゃってね。うん、横殴りで。<laughs> 見事に、あの。で、朝早朝だったら、まだパラパラだったから、うん、これで片付けて、出ちゃおうかななんて、うん、計画もあったんですけど。うんうん チェック10時からなんてねファイル書いてあったんで10時までいなきゃいけないいなきゃいけないんだだって生産があるからそっかあそっかだから横殴りの中ねびっちょびちょで雨がっぱ来たんですけどねもう横殴りって多分袖の中にも入ってくるんですね横殴りだから雨がずぶ濡れで帰って帰ってきたら東京晴れてねお昼までだから土しゃぶりが楽しかった楽しかった 楽しかったあんなにねんかこう自分が熱持ってくんのね全身濡れるとねんか湯気出ちゃうなんか瓦行ったらんかマス釣ったりいろんなことしたりみんなするじゃないしないんですよねもうちょっと山の方のキャンプだったんでね川べりはなかったんでよかったなとそうそのキャンプ地には朝子たちだけ他には何組かいた2組歌っぽいんですけどやっぱ平日だった たのと、なんか本当休日の隙間みたいな時じゃないですか。しかも雨予報だもん。ね雨予報だ。もうほぼいないし。その二組もなんか、すごく遠くで。なんかいるっぽい。多分あそこ男女に、あそこ夫婦でワンちゃん連れっていう。なんとなく、そういは。はい。まあ、そのよそ、横との交流みたいな、はなかった。はい。で、聞いたことない、なんか。 ギャーンっていう動物がどっかで鳴いてるあれなんだろう鹿かなわか知らない動物ですギャーンって言ってました高い声で楽しいね最初楽しいね。人かななんつってこの子人かななんつって秋子ちゃんと秋子ちゃんまた行くって言ってた秋子ちゃんね多分もうしまくいかないんじゃないかなもうこれ以上寒いとあれだよねって言い方をしてたんで優しいね秋子ちゃん優しい秋子ちゃんもずっと 中学時代は二人でねバルーンっていうあのフォークリオ組んだって仲良しだったよね。はい。いいね女の子。のふたふたしてたんでね楽しかったね。はい。はい。ケータロット。はい。はい。楽しかったっていうことです。はい。ありがとうございます。まずは国会ですね。予算委員会が始まりまして、まあ総理に対する質問で定額減税、まあいわゆる経済対策の答弁だったり。 まあ、パーティー収入不記載の問題だったり、まあ、それには旧統一協会の、まあ、財産保全に関するものだったりという、まあ、答弁があったんですが、まあ、その中でもこの朝日新聞ですね「はいえー、消極姿勢現状の法律で」とあります、うんえー、立憲や維新が、まあ、財産旧統一協会世界平和統一家庭連合の、まあ、財産を法華に保全するという法案をき提出したんですが、まあ、それに対して自民など3党がこの日共同提出した法案は 法テラス業務を拡充し被害者個人の訴訟を支援することなどが中心、うん、立憲維新案とは違い教団の財産の流出を直接止める案ではない、うんえー、質問した、ま、立憲の本庄さんという議員はバケツの底が抜けたような案と表現した、うんえー、総理は具体的な答えを避け現状の法律を駆使して実態把握を行うと、ま、従来の答弁を重ねたとあります。うんうん えー、法案の実効性が疑われたままでは多くの議員と教団の接点が判明している自民党への不信は残り続ける可能性は高いと麻生、うんまあ、新聞にはこう書いていますはいまあ、その不信の、うん、まあ、一つ理由にもなります、うんうん、まあ、最近の話題で言うと、えー、工藤内閣府副大臣ですねこの方がまあ、ン・ハクチという教団トップの、うんうん ハン・ハクチャ氏と5回お会いしたというまあ答えをしてまあこの内閣副大臣の中でもどういう,こう役割を持っているのかっていうとまあ消費者庁の担当もしている消費者庁は教団の問題をきっかけに成立した不当寄付勧誘防止法をまあ所管しているところでまあそれに対して自民消費者担当大臣はまあ5回面会した工藤氏のまあ続投を先日まあ容認もしてとまあこういう中でやっぱりこう 多くの議員と教団との接点が判明している自民党への不信は残り続ける可能性が高いと、まあ、こう書かれています、はい、もう簡単に解釈するとこう消費者庁の副大臣をやってる方が、はい、あハン・ハクチャさんともう5回も面接をした上にを、はい、まに選挙の時にも、まあ、かなりこう 協力を受けてるっていう話が載ってたね。まあ電話作戦などまあ選挙支援を担ってもらったりもしたとし、うん。そうなんだよね。うん、その人が消費者庁の副大臣で、この消費者庁が担当しているのが今回の国会のあの、はい、あれだよね。えー、あこのなんていうの。 まあ財産保全とはまたちょっと違いますけどね、うん、まあいわゆる高額寄付に関して勧誘、うん、の,のしかだったりしてそれに対してまあ消費者庁がまあ新たなこう、うん、法律を作って、うん、まあいわゆる監視してている役割を担っ監視する役割を担当している副大臣の人があは白砂さんとの関係がとっても深い、うん、まあこのまんまでまあ 総理,はこれ続総理というか、それは続投みたいなことになっている、ねはいわゆる担当大臣ですね、自民、うんうん、花子さんという。どうなんでしょうっていう気がするよね、それ以外にも、あの予算委員会で、まあ、あの自民党のご派閥がいろいろなこう政治資金規正法に、はいえー、引っかかるんじゃないかみたいなことを。はい パーティー研修に関しては20万円を超えるものに関しては誰が買いましたよっていうのを書かないといけないんですけどそれが合わせて4000万円分ほど書かれていなかったというのも明らかになっています。ちゃんとしてほしいけどんかこのちゃんとしてほしいのも修正して記載をし直しましたそれで収まっちゃうんだんかその辺もちょっとモヤモヤするね。 やっても修正してちゃんとすればそれでいいのかなと、うん、こうそこまでの追及でこれは終わるのかなとちょっと疑問が残るよなとう、ね、この後の動きはないのかなと思うよね。次です、えー、東京新聞こちら 見出しですが雨寒さガザ追い打ちとあります避難民衛生環境悪化とありますイスラエル軍とイスラム組織ハマスの戦闘が続くパレスチナ自治区ガザで170万人以上の避難民が雨に苦しんでいると、えー、冬場が迫り寒さが厳しさを増す中で まあこの雨といいうのが追い打ちをかけているイスラエル軍はガザ北部に続いて南部にも地上侵攻する構え南部には多くの住民が逃れており侵攻が拡大すれば人道危機が一層深まるとあります、まあ、実際、現地の方の声が載っていまして、まあ、雨がテントに入り、えー、周辺は泥だらけになる外で調理もできない気温が下がる夜に子どもを温める毛布もないと訴えたと。 さらにこ雨で懸念されるのが衛生環境の悪化による病気の蔓延だ密集地のガザはもともと下水処理や排水システムが十分整備されていない、まあ、そういう中でこう雨が降ると、まあ、いわゆるこう下水といいますかですね、まあ、近くのトイレから悪臭が漂い豪雨時は水が溢れる、まあ、こういう中でまあいわゆるこう 良くない菌も蔓延してしまって、まあ、ちょっと病気の方も心配である、まあ、こういう状況にまなっているということですね、うん、まあそういう中であの、まあ、最新のニュースではあの、はい、イスラエル側とまあハマス側でまあ一時的な戦闘休止、うんうん、そして一部の人質解放をめぐるまあ交渉妥結を承認したということで一時的にまあ戦闘は止まるということのようなんですがえー、今日午前の 記者会見で松野官房長官は、うん、事実関係の詳細は確認中だが人質全員の釈放と人道状況の改善に向けた重要な動きとして高い関心を持って注視している、うんうん、日本政府としても引き続き我が国も賛成した安保理決議を踏まえた上で関係国や国際機関などと意思疎通を行い事態の鎮静化などに向けた外交努力を粘り強く積極的に続けていくとと述べた当たり前の答弁をなさっているわけだけど もう一歩こう踏み込んだ立場でこれは当面できないのかなとまあ,まあ日本とアメリカのね関係があってアメリカはどちらかというとイスラエルよりの立場を崩してない中でだからといって日本がそれと同じような立場で参加するのかなと現実のことを言えばまあ今まで戦闘で何人死んだと。 爆弾が落ちてこれだけ死にました病院に落ちましたとかってそういう報道があってそれで死ぬ亡くなる方が,が報道されてるけど、うん、何もしなくても衛生状態と水とそれから医療状態、うん、まあそんなそれから寝るところもない、うんあのー、これからやってくる寒さそういうので。 弾が飛んできたり爆発で死ぬなくなるんじゃなくてもたくさんの人がそれ以外のことで現場で亡くなっちゃうんじゃないかっていう今もう瀬戸際なわけだよね、うんうん、そういう時に、まあ、あの日本はあの事実関係の詳細は確認中だが人質全員の釈放と人道状況の改善に向けた重要な動き 動きとして高い関心を持って注視しているっていう述べたにとどめていると、うん、まあもうちょっとこの立場をこう一歩でも二歩でも踏み込むようなことはまあだってもう,こう病院が墓場って言われてるわけだからね、うん、もう生後何ヶ月なら赤ちゃんが亡くなってるわけだからねでこの後の被害状況を想像すると。 なんでもう一歩踏み込めないのかなと思いますね。はい。えー、そしてこちら毎日新聞ですね生活保護費を一日千円ずつ手渡し全額払わず群馬杞柳市とあります。えー、群馬県の杞柳市が生活保護を受給する50代の男性に対して一日千円ずつ生活保護費を手渡しし全額支給していなかったとしてえー、群馬の司法書士会が市長宛に運用改善を求める。 要請書を出したということです、えー、この要請書によると男性は7月26日に生活保護申請8月18日から受給が始まりました、えー、支給額は月額およそ7万円と決まっていたんですが1日1000円を 窓口で手渡しし月に3万数千円程度しか支給されていなかったってんです、ねえー、男性は1日1000円では生活が厳しい分割の支払いも納得がいかない病気の治療で通院もしているので毎日ハローワークに通い詰めるのはストレスだったと、まあ、いわゆるこうハローワークに行ったか確認してその職員の印鑑がおっしゃる書面の提示を見てそれに合わせてまあ1000円を支払っていたということなんですね。えーこの 要請書を出した司法書士会の副会長の方ですね交渉の際、一括支給するとすぐに使ってしまうので生活指導の意味を込めて給食活動条件に支給していたと市側から説明されたと述べ支給額が決められた基準を下回ることや一定の条件を付すことは憲法の生活方向法に反していると指摘、今後、訴訟を検討するという。 専門家の声も載っていまして生活保護費は受給者の1ヶ月単位の生活を保障するものでまれに分割支給もありうるが当月末までに満額を支給するのが大原則このような対応をした市の責任は重大だ自立した生活のための基礎的な支援などで給食を条件にした支給などありえない市のやり方は生活,保護違反の生活保護法違反の疑いがあると指摘しているとあります。 なんでこんなことするんだろうね。うん、ハローワークに行ったかどうかを確認して、はい、そのそれを見て1日1000円ずつ渡すという話ですけど。はいうん、この50代の男性のまあ、この方は生活保護を受給してるわけだよね。はい、ま申、あ、請は通っているとだけども、この人に1日1000円ずつと。うん ちょっと立場逆にさ考えたらさ俺がその男性だとかねそっち側にらはいあるわけいきましたねあんこありますねじゃあ制限毎日だよこういうなんかちょっとちょっと気持ち的なところにこう 入り込んでくるような、支給の仕方じゃない。はい、はい、まあこれ、支給額の、最後は、<laughs> えっと、十三万五千円だっけ。十三、はいまあ、万四千、十三、はい、万四千百八円は、うん、あ、後で。支払ったっていうふう,ん、っっう風に、はいえー、書いてあるけど。この間の、俺思うんだけど、はい、こういうことが、ここだけじゃなくて。うん あっちこっちちこでね行われてたとしたらうん、うん、まあこれ氷山の一角なのかここだけなのかうん、うん、そこは私には分かりませんけどどれだけ人をこうちょっと貶としめるようなことを平気でやってたのかなと、まあ、感情的にちょっと、うん、なんだか納得できない部分がたくさんあるね。それがシステムだったとしても ダメだろうこういうことしてじゃさあ今日も始めましょう